小太郎さんがゴルフすごくお好きなので、人生をかけるぐらい好きだって。昼から撮影なのに朝ゴルフしてから来るんですよ。考えられます？やってみようかなみたいな。ああならないですね、はい、ゴルフじゃないような気がする。そうか、焚き火ですかね。それ原作はとても豊かでこう面白く、登場人物もいろんな人が出てくるんですよね。映画の脚本はそれをほとんどこう削ぎ落として削ぎ落として、登場人物もすごく少なくなってて、めちゃくちゃシンプルになってたんですよね、うん、なのでそのシンプルな中でこうこの原作の面白さ表現できるのかなっていうことでですね、うん、はい。まあ、アプローチっていうか、こう日々桃子の役としてこう芝居して現場で過ごしていく中で、こう照子役の吹雪さんだったり、守役の小泉さんだったりとご一緒にこう芝居していく中でこう見つけていったという感じですかね、はい。ご自身は何かそういうのを意識していらっしゃる？何も意識してないです。もうその場その場でこう一生懸命やろうっていうのを感じて必死ですよね、はい。今回本当ほとんど江口さんとのシーンが比重を占めてるんですけど、僕が演じた守って江口さんのお芝居を受け止めて、それをしっかり目を見つめて返すとかね、全くそういうのはないわけですよ。どちらかって言ったら全部かわしていく、なんとなくかわしていく、かわしていく、かわしていく、そのある意味こうなんか芝居をしたっていう感覚じゃなく、心の中でどっか申し訳ないって気持ちがありながらの独特なね、その世界観の中で僕ら夫婦は存在していたので、だから江口さんのこうお芝居をスッとこうかわしていったっていう感覚の方が大きいですかね。何とも言えない気持ちになりましたよ。話にしてもどちらかといえば数学的なね、この方程式は x イコールはいっていう一つの答えが出る作品は多かったですけど、作品自体も数学的な答えは全く出ず、で夫婦としてのこうやり取りも、僕はこう思ってるんだ、じゃあ江口さんはどう思ってるのっていうディスカッションとか建設的な話が全くないわけですよ。なので何かこう演じて楽しいんですよ。だけどこう息苦しさとか申し訳なさとかっていうのはすごくありましたね。作品に入る前に森垣監督と役柄について結構熱く、森垣監督が小泉さん演じる守っていうのはこうしたい、もう明確な守る像があったので僕は非常に助けられましたし、まず見た目はこうですと、そして性格はこうです、結構しっかりとした時間を生んで、そこはお互い、あ、じゃあ森垣さん例えば守だったらこういうことしないタイプの男ですよねとか、守だったらじゃあこう考えるような男ですよね、人の目もしっかり見て話さない男ですよね、そういうので全て合致したのでクランクインの前に、それは非常に助かりましたね。僕もあんな前髪でね、こう本当にそのミリ単位で森垣さんこだわりがありましたからね見えるかどうかのちょっとうつむいた時に小泉さんの目が桃子から見えるか見えないかのそこら辺でちょっとやらせてくださいとか、それはあ、なるほどなと、完成した作品を見てもあ、森垣さんの狙いっておそらくここだったんだなっていうのがはっきりと分かったところはありました。いや、こういう役を演じるからこういうコミュニケーションを取ろうとかそんなのは全くなく、控え室の時は控え室にいる久しぶりに会う孝太郎さんとして楽しく普通にお話ししてました、ええ、
してないと思います。ないですよね、はい、全くなかったですね、なかったですね、そういう夫婦役については、うん、だからなかった、うん、本当に、あの何度でも言いたいですけど、僕は息苦しさがあるんですよ夫婦を演じる上での男としてのね、息苦しさが、だから江口さんとの雑談がとても楽しかったです、うん、ゴルフですね僕ね、ええ、本当に小太郎さんがゴルフすごくお好きなので、うん、ゴルフ愛かな、ええ、そうでした、うん、人生になってますみたいなこと、そう、うん、なかなかそんなそんな愛してる人いないんじゃないですかみたいなことを言われたの気がします、うん、そうですね。江口さんもゴルフされるんですか。うん、したことないです。あ、はい、じゃあお話をこう聞いて、そうなんです、捨てに回ってたんですか。 そんなにね、うん、好きなものがあるってすごいなと思って、それが私としては本当に興味があったので、人生をかけるぐらい好きだっておっしゃってて、だって昼から撮影なのに朝ゴルフしてから来るんですよ。考えられます、すごいでしょ。早起きしてね、それは信じられなかったみたいな。信じられないですよ、うんうん、私ないんですよね、趣味とかがっていうのもあって、ちょっと羨ましくてこう話聞いちゃうっていうのもあったと思います。ゴルフや、その話を聞いてやってみようかなみたいな、うん、感じにはならないですね、はい、うん、うん、さん違うかもしれないな、ちょっと、うんうん、ゴルフじゃないような気がする、うん、そうか、焚き火ですかね何それ延々と延々と、うん、焚き火の方がしたいです、ね、薪をくべるゴルフか焚き火かだったら、うんうん、キャンプだと違うんですよね、江口さんね、うん、でも焚き火だったら、うん、なるほどね、ずっと炎を見つめて、うん、良さそう、ドンピシャであると思います、うん、その絵を僕も見てみたい、焚き火をしている江口のり子さん、うん、はい、すごく素敵だと思います、はい、ありがとうございます。焚き火を趣味に、あのその時僕はバラエティでいろいろこう人生観だったり、うん、恋愛観を話してたんで、バラエティでね、それを見てくださって、うん、なんで映画館女性と言って女性を映画館に置いていくんですかとかね、うんうん、そう、もうみんなが興味津々になるような話だったんで、女性スタッフ全員でうわーって言いながら聞いてましたよ。そう、僕多分ね、本当そう素直に話すと多くの女性を敵に回すと思うんですね、うん、この作品とも全く同じだと思います、うん、敵に回 してると思う、うん、あ、ここまで、これちょっとやっぱ守り違いますね、うん、自分だったらここまで自分に対しても江口さんに対しても、うーん、そこまで偽って長年一緒に過ごすことはしないんじゃないですかね、うん、もっとちゃんとした答えを早く自分にも相手にも出してあげると思います、うん、守らだから独特だね、よくだからそこまでそういうのを抱えて、夫婦としてのいろんなものを抱えて、だある意味忍耐強いですよね。僕にはその忍耐強さが多分ないでしょうね、守るのようなね、うん、うん、すごい我慢強いんだなっていうのは感じるし、どこで自分をこうさらけ出したり、本当の自分でどこにいたんだろうっていう、だからそこはなんか苦しかったですね、守る自身に対しても苦しかったし、江口さん演じられた桃子に対しても苦しさを感じながら、なんか本当に呼吸が浅くなるような役でした。